ーがお送りしました。どこかで春が芽生えてる。春の歌歌いたくなりますね。本当になってるね今日は、はい、あったかいな気分が、ね、やっぱりね、冬は良くない。冬はさ、ね、気持ちが縮まっちゃうから、うん、春から夏へ。夏好きなんだよ大体俺は。あ、僕もです。そこは拓郎さんと同感です。僕の場合 ね鹿児島出身だからね、はい、どうしてもあったかい時じゃないとね、人間がこう生き生きしてこない、だから学生時代からですか。俺はもうちっちゃい頃から夏が好き、でやっぱりこのあったかいところのリゾートでもハワイへ来たからし、はいはい、寒いさ。ヨーロッパとかダメですか。ヨーロッパとかダメ。高見沢よく行くんだろ。あいつは寒いところが好きですよ。あの逆に、ね、暑いところはダメですね。ダメなんだよな。溶けちゃうって言っても、まあ、一回ハワイ行ったけどダメだったね全然全然ダメだった。ドームと兄弟かなんかで行った時もダメでしたよね。あ、でどっちかっていうと冬のヨーロッパとかが好きなんだ。そう、あのコートを着ていくようなとこが好きなんですよ。まあ、その着飾り、そういうなんかさ、形にこだわる。形に。狭山市の森ちゃん。森ちゃん。森ちゃん。武田鉄矢、先週ゲストで出て面白かった、はい、ということですが、あの、本当にその、話してた男と女のラブゲームのような、はあ、多少酔っ払っていても歌えるメロディーとか、はい、単純な歌デュエットソングが少ないとかないですね、と。なるほど。いうのがあって、俺もやっぱりこの春めいてるさ、はい、この時期にさ、お花見とかさ、みんなやるじゃない、これから。うん、お花見やったり、合コンやったりする時期が来るじゃない。はい、そういうところでさ、この女の子とさ、一緒に歌える歌として、新曲、新しい、あのジャンルとしてね、こういうものがもうちょっとあってもいいのって。あ、僕もそういう賛成ですね。ね、はい、そういう歌っての少ない。このデートはじゃあ誰とですか、高さんは。歌わなきゃいけないのか。女子と歌うとしたら誰がいいですか。さ、坂崎と俺で二人で。あの、いやん。え？お、高さんが女。いやだもう。女性役ですか。え？どう？お姉になっちゃえばいいじゃん。二人で女装家。二人でですか。いや、俺最近女装家の人たちに憧れが強いんだ。強いんだ、かなり。あ、それでじゃあ女優さんとかに興味なくなったんじゃないですか。ああ。やばいっすね、タコさん。俺は、そっちの方が。60過ぎて、ちょっとそっちに行ってんじゃないですか。俺少し最近言葉遣いもね、怪しい。怪しいわよ。やだとか言って。やめてよ、もう。IKKOさんとかテレビで見てるとね、はい、いいな、この人とか。いいですか。うん、春の愛とかさ。はい、見てるとね、来るな。来る、来ちゃまずいんじゃないですか。来るもんか。来ちゃうと。マツコ・デラックスっていうのは来ないんだけどさ。そうね、クリスさんもどうですか。あ、クリスさん知らない。クリス松村さん。あんま来ない。あんまり来ない。うん。ミツマングローブさんはダメですか。あ、ミツマングローブさんは少し来るもんある。少し来るんですか。うん、まずいですね。IKKOさん来ます。IKKOさんが一番来るんだ。え、IKKOっていう人見てると。IKKOさん来るんだ。危ねえ人だな、この人と思いながら。え、いやーんとか言ってるの見るとね、面白いしな。ああいう人と一緒に歌うのいいね。ああ、うまいですよね。うん、ああいう人と歌う。ミツマングローブさんもめちゃくちゃうまいですよね。歌うまいんだ。歌うまいですよ。ああ、それからですね、はい、31歳、陽子。はい。お二人はオリンピックとって、今年はさ、はい、オリンピック年だからさ、いや、はい、もうそういう、なんていうの、オリンピックを目指してみんないろんなチームがさ、スポーツ種類があるんだけど、はい、このオリンピックに期待する競技としてどんなのがあるかっていうんだけど、はい、私はこのレスリングのピチピチしたユニフォームと肉体美に非常にうっとりする。おうん、そういう人が31歳。女性がです。男性のですよね。男性のでしょう。女性のレスリングもあるけど。男性のレスリングのピチピチですか？かな。あれ？肉体美にうっとりしています。あれ、周りに賛同する人がいないので胸の中にしまっておりますが、うん、自分だけでこっそり見ております。あれはどうなんだろうね。俺、あの男性の、あのレスリングっていうのは、結構あの見にくいもんがあるの、俺には。あ、俺も嫌ですね。あ、そうなんだ。ちょっと恥ずかしいな。恥ずかしいの。俺なんかあの肌と肌あんまりくっつかすぎるっていう。
俺は逆にこのユニフォームが嫌ですね。あの男子の、うん、うん、なんかこう女子はいいのか。女子もレスリングのユニフォームはあんまり今一つですよね、うん、ユニフォームでどんなの好きですか、タコさん。なんですか、いい質問ですよ、ね、バカだな君。なんですか、いきなり唐突に。タクロさん、ユニフォームどんなのが好きですか。どんなコスチューム。俺はまあユニフォームフィッチじゃないんだから。コスチュームは、えコスチュームどんなの。俺コスチュームとかそういうものに凝ってはいないんだよ。そんな質問よせよ。新体操ってことですか。新体操、あダメだね。ダメですか。新体操とかにあのセックスアピールは感じないね。新体操、体操っていうのは、はい、もっと大人のスポーツになってもらいたいの。俺はもう子供がやりすぎる。はいはい、うん、だから全然感じない、うん、今ね、オリンピックの種目でね、はい、セックスアピールを感じるスポーツなんてあるか。まあせいぜい水泳だな、うん、あ水泳、うん、ちょっとでも肩幅ありすぎますよね。あ水泳選手はあれが魅力なんじゃない、うんうん、あれ肉体美好きですけど、ああいいと思います。素敵だね、うん、チャーミングだなと思うな。ああいう体をスポーツで鍛えた体だから、はいはい、ああいうのはいいな。あ水着がその競泳が似合う人っていうのはさ、うん、男子も含めてさ羨ましいから。シンクロの女性なんかどうですか。シンクロナイズスイミング。俺シンクロはねこう鼻つまむのが嫌なんだ。鼻つまむから目がとんがってるじゃん。あれが苦手なんだよ。外しなよって言いたくなる。外せないんですよね。あそうか、外せない。あれもねやってるのね、外しなよあんたって言いたくなっちゃう。あと冬のスケートはどうですか。 女子のスケートはね、あのスピードとかセックスアピールは感じない。感じない。感じない。どの人が滑ってようが。安藤美希もダメですか。あんた好きそうだね、安藤美希とか。あんた安藤美希が、あんたは、ね、中ではそうですよね。だお前はね、だいたい坂崎って、その中ではって決め中ではって中で決めなくていいわけよ。そんなに一つずつ決めなくていい。無理して中で決めなくていいのに。もう一つずつ全部決めていかないと。お前この中ではこの中ではって。そうですそうです。君んちのあの爬虫類の中では何なんだよ。このヤモリの中では、うん、こいつが好きですねとか。そういうのがあるんだな。お前ですね。そうフィギュアの中ではやっぱり安藤さんですね。あそうなのか。当然ないね。ないですか。ないです。うん、やっぱ水泳ですか。水泳、まあ、水泳の中ではってのもないけど、水泳のこの鍛えた体ってのは素敵じゃない。憧れるよ。ああいう肉体美が結構タクロさん好き。憧れるんだよ。憧れます。自分にないから。こう逆三角形のさ、女性のでも女性もあの三角形のさ、はいはい、こういう美ってさ素晴らしい、ああいうの憧れる。ああいう体にはなれないからさ俺たちは。でも女性としてそれは見れるわけですか。そのセックスアピールがあるってこと、うん、ああいう水着っていうか競泳水着が似合ってて、はい、素敵だなと思うじゃない。 お前俺に何を言わそうとしてるの。いやいや何を導こうとしてる。 ああいうでも筋肉がムキムキの女性と、うん、例えばこうギュッしたりとか。例えばですよ。例えばですよ。坂崎、はい、もう行こうよ。ええうるさいよお前も。何ですか。もういいから。そう。何ですか高田さん。もう一回いいから行こう。もう一個じゃ行きますか。電柱でござるさんです。ところで靴屋さんにダメ出しされた天下の吉田拓郎さんが履いていた底が抜けた靴のプレゼントの応募はもう締め切りになりましたか。これはねあの後また外れちゃったからね。そううち帰る途中に。え本当ですか。でうち帰って捨てました。捨てちゃった。捨てちゃった、ね、あ天下の吉田拓郎が壊れた靴履けるかよ。欲しいので応募してみました。恥ずかしかった、うん、靴のお掘るそれ10年も履いた靴10年でも履いたと思えないぐらい綺麗な靴でしたよ。いやでもそんなにめったに履いてないんだけどさ、あの、うん、お気に入り靴とかさ、はい、お気に入りがあるとそればっかりなんか。今のはどうですか。これ今プラダだよ。あプラダ、あお気に入りですか。これそうでもないな。もちろんそうでもない。ズボンとか靴はそうですよね。でもねあのベルトとかね。あベルトとか、うん、そういうものはね、うん、気に入ったものがあるとそればっかり履いたり使ったりする、はい、そうですね、うん、靴はだからいろいろ順番に履いていかないと履き潰してしまうってことありますもんね。靴はそれでうちに、ま、すごい数が俺も靴持ちだから靴いっぱいあるのよ、はい、そうなっぱいんだけどあのずっと置いとくと履かないものばっかりになっちゃってるんだ、はいはいはい、それ並べてるだけじゃない、もうどっちかっちゃイメルダ夫人の状態になったの。いましたね。あっただろ。ありました、ね、すごいしたよく出てきましたね。今イメルダだね。イメルダ20いくつですか。26.7 かな。27。ああじゃあ大きいや僕。何を言ってんの。坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。
改めまして坂崎浩之介でございます。こんばんは、吉田拓郎です。はい、先週武田鉄矢さんが盛り上げてくださいました。鉄矢のね、浪人に関する、はい、あの話は勇気あるなと思ったね。あ、自分ではっきりとね、自分で作った映画で、ね、自分がメインになって、うん、シナリオも書いてさ、あいつはシナリオを自分で書く人だからね。あ、そうですか。片山荘っていうペンネームがあって、あいつが浪人書いてる。あれもそうなんですか。刑事物語と全部自分でシナリオ書いてるんだって。そうなんだ。自分で書いたものだし、はい、自分が責任持って作ったもので、はい、まあ、何十年も経ったけども、あの失敗でしたと。失敗でしたって言いましたもんね。うん、勇気あるなと思った。うん、うん、まあその浪人の話で序盤はね、ちょっとこう真剣な、うん、お話を聞かせて、ほんのちょっとだったね、その真剣なのは。いきなりもうなんか高校時代のオナニーか。そっからもうわけが分かんない世界だった。その哲也さんへのその感想もたくさん来てますね。はい、先週のこれはムツコデラックスさん、うん、先週の武田さんですが、以前から武田さんのエロさは感じてましたが、放送を聞いて余計にドン引きしました。芸能界でもう一人武田さんと同じ匂いがする方は谷村新司さん。ああね、谷村もそういう感じはあるよね。エロい方多いんでしょうかっていうのもあるね。キャラクターですかね。うん、別に特にあの方々がエロいわけではないんですけどね。谷村もかなりエロいね、確かに。陳平さん、あのビニ本集めてましたもんね。あ、コレクター。いや、あいつ話もやっぱりドン引きするような話が多い。そうですか。ラブラブやってる頃に愛してるっていう、はい、テレビ番組やってる頃にゲストで 2,3 回出たけど、はいはい、やっぱりそういう話笑わせるんだよね。そういうことで。あ、そういうことで、うん、ちっちゃい頃僕はうんこたれでしたとかね。ああ、俺もいろんなゲスト見たけど、うんこたれだったっていうことを自分に言うやつはいない。うんこたれ、うんこたれっていう言葉がすごいから。自分じゃ言わないですよ、ね、言わないよ。僕はちっちゃい子供の頃うんこたれでしたとか言ってさ、うん、引かなこいつって。あ、そういうの結構引いちゃいますか。笑っちゃうけどさ、面白いなと思うんだけど、うん、なんかそんなこと言うかな。テレビだよ。確かにそうですよね。哲也さんも同じ香りですかね。ちょっと似てるね。うん、同じ事務所にいたんじゃないの。あ、いたのかな。やんじゃ、やんじゃにいたんだ、うん、そうだそうだ。やっぱり濃い方が多いんですかね。やんじゃ、やんじゃの風って空気っていうのがあるんじゃないの。ありますね。ゆい、うん、とはまた全然違う。違うんだね。違いますね。そうだそうだ、違う、ね、関西っぽいですもんね。そうだね、関西っぽいね。そうだそうだ。で、福岡時代の下積み時代の下積み話とかですね、うん、まあ、あのプールの話が一番面白かったかな。流れるプールで小学校の4年生が捕まって一生懸命捕まってたって。ああいう話ありますよね。あるある。拓郎さんも大スターになる前、はい、下積み時代ありましたもんね。はい、俺はね、あの下積み時代じゃなくてもその、はい、天狗になってからもいっぱいある、結構あるんだけど。面白いことが。俺あの広島から東京出てきてね、はい、あのコンサートをまだ全然自分の名前でやっても人が入らない時代、はい、新宿厚生年金っていうところでさ、はい、広島フォーク村の発表会みたいなのがあったんだよ、はい、そこで歌う時に、はい、俺その頃杉並区の、はい、あの妙法寺っていうとお寺のすぐそばに住んでたんだけど、はいはい、そのお寺のすぐ横に、はい、用品店があるわけ。神奈川のとこですか。神奈川じゃなくて妙法寺のすぐ横に用品店があって、そこに吊るしのパンズボンとか、はい、T シャツを売ってるんだよ、そこでさ、あの T シャツを買って、はい、それをステージ衣装にして、はい、でその日歌おうと思ってなんて楽屋行ったら、はい、広島フォーク村の広島のやつらだよ、はい、広島フォーク村の広島県人に、ものすごく笑われたわけ。拓郎さん何しとるんだよ。なんでだよ、これはお前ここ見ろとか言ってこうタグを見せて、はい、こうバンだと思ってるわけ、これ、はいはい、これはお前バンだぞ、お前バンだったらいいだろ、文句ある方、はい、でそれじっと見たらそれ後輩のやつがさ、タクちゃんこれベンって書いてある。何ですかそれ。ベンっていうさ、Tシャツがあったんだよ。ベン漢字じゃないでしょ。ローマ字でベンって書いて、俺はバンだと思って買ってるわけ、はいはい、バンだ、バンだろバカだと。いやこれはベンじゃがねえって言われてさ。何ですか。それぐらいね、俺ね、あの恥ずかしい思いをね、はい、結構してんの、うん、純のズボンにパンツに、はい、純の下の下を純履いて、はい、上着はバンを着てたって。広島時代、学生時代、はい、でみんなから順番が悪いって言われて。すごい合わないんじゃないですか、バンと純は。合わってないな、ね、合わないよ。アメリカンとスタイルがだって IB とヨーロピアンなんか全然合わないんだけど、はい、そういうファッションをしてたんですよ俺は。
だからすんげえ笑われたりとかね、はい、まあとにかくいろいろね、あの恥ずかしいことが、恥ずかしいこといっぱいある、うんうん、まあみんなありますよね、ある、うん、あの一流になった人も、あとはそうですよ、このみんなその辺の話がうまいかどうかです、あとは面白く話をしてくれる人っていうのね哲也とかはそうです、それ一流だよ、ですよね、どこまでが本当なのかっていうのは、そうそう、分かんないもん、今日はあれだろ、作ってんだろうな、今日はあのほなんだっけ、はい、驚き桃の木がアルフィー特集だ、はい、アルフィーのオンパレードだろ今日は、そんなんですか、そうだよ、これそれあれだよ、お前偉そうに天狗になって話したら反感買うよ、でしょ、そこがだから今坂崎が言ったように、はい、面白おかしく一流なんだから、アルフィー、一流、これじゃないよ、自分で進めていかなきゃいけないんですよ、一流なんだから、さん進めてください、さりげなく一流だ、一流どころがちゃんとやるようにさりげなく自分たちの自慢話もさりげなくやれよ、お前、これ読んでるとすごいんですよ、うん、エバってる感じ、エバってるな俺これ見ながら今日は坂崎エバるなと思って、これエバってる感じですよ、いいんですか、これさ、タクロさんがこれをさりげなく、あの自分たちの自慢話ではあるだろうけど、そこを一流のアーティストとしてはさ、さりげなく、いけなく武田鉄矢のごとく、あ、うん、なるほど、もうオナニーしたんならオナニーしたって白状するぐらいの覚悟で、ないですよ、覚悟いらんで、ラジオでそんなこと言って、この頃ずっとヒットしてましたけども3人ともオナニーしてましたかった、旅先で秋田でもオナニー、山形でもオナニー、さすがにそれ言えないですよね、ツアー中ずっと毎日毎日でした、もうツアーのステージ出る時も直前まで楽屋でですから、そう、84年を、うん、今年は、今週は取り上げますけども、1980年、お楽しみだね、みんなね、それではその大ヒット曲をここでおかけしましょう星空のディスタンス、The Alfie、ロールしてるんだな、かっこいいコードですねこれ、うん、これは誰がつけたコードか知らないけど、マイナーが入ってるところがすごい、ね、うん、昇華にしては入れなくても普通に使えますもんね、これ使えるね、これなんか3コードで僕使いそうなコード進行です、うん、あジョジョハイテジョジョハイテ、これだ、ギター好きの方は参考にしていただきたい、 F シャープマイナー E7A ということです何のことかさっぱり、同様がでもいろんなコード使いつけられますよね、これどうしたんですか、ちょっとこうしましたハワイでも高さん最近は全然行ってないこの間ね、あの竹さん、竹秀樹が、はい、ハワイ奥さんと行ったらしいんですよ、ええ、であいつが大体5年ぶりか4年ぶりで行ったらしいんで、ええ、それぐらい俺も行ってないらしいの、はいはい、あいつに言わせると、ええ、で拓郎さんも行ってないでしょって言うか、俺行ってないなと思ったら、あいつがね行っちゃってね、はい、でハワイに行く前にメール出たんだけど、帰ってきてメールくれてさ、はい、結構楽しんできたらしいんだよこのいい空気を、で俺はさ、アルバムの最後の一曲ができないって海の苦しみで苦しんでる時に、やろアロハとかいうさアロハ&マハロとかいうメールくれやがってさ、クソバカな野郎って思いながら10曲目作ったよ、作ったんですか、ついにできた、できた、高崎喜んでた、できました、やっと俺ねレコーディングはもうやっとこれでレコーディングはもう3月入ったらすぐするから、はい、そしたら俺やっと解放されて、まあボーカルダビングとかもちょ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 ってやっちゃってやっつけて、はい、適当にやっちゃえよ、適当じゃないですけど、いやもう大体でいい、大体でいい、できましたか、いやできた、できた、アルバム完成と思ってる内心、ああもう最後の1曲ができた、だから何ヶ月もかかりましたね、すんごい時間かかった、ラスト1曲が、1曲の生みの苦しみやりましたけどね、はい、できて、これでできたんで気持ちはハワイなんだ俺も、早く行きたい、行きますか、でも行きたい、絶対行く、あらら、行きたい、私がお早行ってくれる間ちょっと放送頼むよ俺約1ヶ月休むから1ヶ月ですか、1ヶ月ですか、タクロさん2週間するじゃないですか、今回は1ヶ月行ってくれる、もう随分4年も5年も行ってないんで今回長引く、いや多分飽きちゃうんじゃないですか、飽きない、あの今回マウイ島行ってハワイ島行ってうるさいな
でも1ヶ月分洋服用意しなきゃいけないですよ。え、洋服を全部洋服坂だけハワイで買うって。いや、俺は買い物おじさんだよ。買い物おじさんってすごい歌ですよ。すごい感じだ。買い物おじさんブギブギ。そうで、できましたか。できた。どんな曲ですか、最後の曲ってのは。忘れちゃった。まあ、ここで歌うのは何ですけど。忘れちゃった。え、あの、メジャーで。この道を、この道を月に向かって歩いていこうねっていう歌だ。二人で。二人だよ。なんで五人で歩くんだ。ピクニックじゃない。そんな歌はお前、この道を五人で。そんな歌は複雑すぎる。月に向かって。月に向かって歩いて。ロマンチックな歌ですね。月に向かって歩いていこうって。この道をまっすぐ行くと月に向かって歩いていこうっていう歌なの。いいぞ。それなんかアルバムのテーマにもなりそうですね。アルバムのテーマはね、この間のアルバムが午前中にだったの。はい、なんか午後がいいんじゃないかって言って、簡単すぎ。午後一番出てるのどうだとか。午後一でどうだ。午後一で。業界言葉。ミーティングじゃない。午後一でどうだっていうの。それはちょっと簡単すぎます、ね。お昼過ぎの上質などうだ。AV じゃないそれこそ日活じゃないあのアルバムタイトルをすごくそういうなんかさ、はい、えぐいタイトルにするとさ、あの CD 屋で買いにくいねそういうタイトルにしちゃうのそうですよ、ね、買いにくいような、まあ、思いっきり勃起とかすごいアルバムすごいですね買えないの恥ずかしくてえ僕のオナニー僕のオナニーそれ僕のオナニーとか買えないですよすいませんすいません吉田拓郎さんの僕のオナニーください買いすいません吉田拓郎の新しいアルバムで思いっきり大きくなってもう嫌になっちゃってやっこが買えない買いづらい買いづらいタイトルにしますよ思いっきり大きく思いっきり大きく5年ぶりの大きくこれ無理だもうニューアルバムのタイトル決めましょうね、太郎さん。あのさ、武田鉄矢来てからさ、おかしい。すっげえ、ほんで、オナニーから逃れられなくなってるじゃん。いけませんね。いけませんよ。下ネタ言っても品のアルバムだったのはずなのに。品全然ないよ、今ね。ねこれいけませんね、うん。悪影響ですね。あ、もう武田は本当に良くない男だな。良くない男だな、いないから、もういないから言うけどさ。じゃあ、行きましょうかね、こちら。驚き桃の木、半世紀。ヒットソングや出来事など振り返りながらこの半世紀を1年ずつ検証していくコーナーでございまして、今回は28年前になります。1984年、昭和59年です。風の谷のナウシカ、髪を軽くなり、安田成美さんですね。そうか、これ、はい、ナウシカ、宮崎駿監督の、映画でしたね。風の谷のナウシカ、当時はそんなに大ヒットとは言えなかったみたいなんですけども、その後のビデオ化とか、テレビの再放送などで世間に、広く浸透してたということですね、うん、でもこの曲はよく覚えてるな、安田成美さん、1984年は拓郎さんは38歳でございました。僕らは30歳になりました。30歳だったんだ、はい、もう30になってたんだ。そうなんです。かやりづらいな今日は。普通なら30でもう引退だね本当ですか、ね、30過ぎてロックが何がロックだっていう。そうですよね、うん、僕らはでもやっとドントトラストオーバーサーティーつってさ、30過ぎは信じるなっていう合言葉で生きてたんだよみんなね、はいはい、それで30になっちゃったんだ。そうですよ。高さんはローリングサーティー。俺は一応売れてたからもう一応夢を果たしてるんだ。そうですよね、うん、僕らはこれからですもん。いやこれからっていうやっとだもん。そうかやっとなので30歳を謳歌しないといけないと。そうなの、はい。84年の主な出来事といいますと、まず大ヒット商品が初代 Mac 発売。そうね、1月24日ですね、アップル社がマッキントッシュ 128K を発表です。まあ初代の Mac、 当時あれだよね、フロッピーディスクだよね。うわこんなこんな大きい5インチぐらいのフロッピーとかあったじゃん。はい、あのフロッピーを持って歩いてたね。よく拓郎さんはこの最初の初代持ってたよ。何使ってたんですか。ゲーム。あ、主にゲーム。アリスっていうね、ええ、女の子がしゃべらないんだけどね、はい、答えてくれて育てるんだ、その女の子。ゲームで一番最初だと思うな、あれが。それでね、育てていくんですよ。言葉がね、言葉をいろいろ打ち込んでいく、まあ、大体さ、男たちが考えることは、その子は女の子なわけ、はいはい、その女の子にエッチな言葉を教え込むわけよ。
そうするとそのコンピューターを入れて打ち込むと覚えてくるわけで、はいはい、会話をするんだろうって、俺と例えば俺とそのアリスとか、はい、会話するととんでもない時にいきなり向こう俺が教えた変なことを今度祭りでねとか祭りでなんとかって言っちゃったりするわけすごいおバカさんになっちゃう。あ、そんなこと言い出すの。そういうゲームソフトがあったりしたの。面白いですね、うん、あ、仕事では使わなかったですか。仕事で使えなかったまだフロッピーじゃ全然せいぜい原稿書くのガタンキ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 ンってさ、あの読み込む時にすごい時間かかってさ、すごい時間かかってる時代だよ。そうか、ハードディスクまだ搭載してないんですね。ハードディスクないね、あ、まああの頃みんなゲームだったな最初は。ゲームなんだ、うん、そして、ソニーがですね携帯用の CD プレイヤー、はい、ディスクマンの発売という、これ写真がありますけども、これね、あ、厚いですね。 CD ジャケット4枚分ぐらいの厚さがあって、大きいね、はい、うん、1号機の3分の1の価格49,800円だったことで普及のきっかけとなったという、安くなったということですね、うんうん、まだでもあれですね、僕らが買い出した頃この携帯用のあのディスクマンとかは張り飛びじゃないですけども音飛びです。音飛びか、 ありましたね。今携帯用 CD プレイヤーって持ってやりとる人いないもん。なくなりましたね。さすがにいなくなったね。ちょっと前まであったですけどね。ちょっと前まであったよ CD プレイヤーは、まあ、うん、桜井もよく楽屋で聴いてました、ね、聞いてた、まあ、今はいなくなった。みんな iPod さすがにやっぱり MP3 だな。そうですね、うん、ちょっと前まであったよね、はい、あの CD やあそれから MD とかで聞いてた。 MD もありましたね。あったね。あった MD プレイヤーまだうちにもあるよ、こう携帯用の。あ、あります。使ってないけど。MD ウォークマンみたいな。MD ウォークみたいなあるね。使ってないけど、あることある。でも、MD もなくなってきましたね。MD もないでしょ。今ね。うん、あの、あれで。ちょっと前まであったな。レコーディングスタジオ行っても MD 機器ない。あ、ないですか。だからコピーしてもらうじゃない。よくスタジオ行ってさ、レコーディングして、はいはいはい、あの、仮落とししたやつをさ、ハリミックスともらうじゃない。その時やっぱりもうデータだよ、大体今。そうですよね。うん、全部、昔は MD か CD にやりたい。最初カセットで。カセットだったね。カセットから始まって。ダットもありましたよね。ダットもあったね。ダットも消えたね。ダットも消えちゃった。うん、ダット消えた。あ、ダット使ってないんだ。ダットは音好きだったけどな、俺アナログな感じの。はいはい、ダットの音ってのは、うん、ダットもなくなっちゃう。ダットは一時はレコーディングにはあのマスターになってたよ、ダットが。そうですよね、マスターに、うん、そうだそうだ。それもなくなっちゃったんだ。なくなったね。こうやっていくと何が残っていくか分かんなくなっちゃうんで怖いですね。確かにね、どうやって残せばいい。今使ってる MP3 とかでやってるさ、iPod ではそういう感じもさ、いつまでこれの天下が続くのか分かんないな、ね、本当ですよ、うん、CD もそうですもんね。そのうちそういうものがいらない、うん、いらない世界になってくるんだ。この辺にポンと音楽が浮いてたりして、こう、あ、空気中に、うん、こうこれね、空間に浮遊してんの。あ、いいです、ね、これ聞きたいと思ったらポッとこう掴めるとか、そういう怖いね。あ、でも人間が発想するものってほぼ実現しますからね。あ、そういうことか。拓郎さんの今の発想はありかもしれないですよ。あの、だって今画面とかを空気中にこう出るのありますもんね。あ、そうなんだ。テレビとか画面とかっていうのはなんかできてきてますよね。あ、そうか。だからそうなってくるとあるかもしれないですね。うん、昔の音源とかってカセットで撮ってるんですか、タコさんは。いや、みんな CD に焼いてる。全部 CD に残して、うん、カセットだったものや、はい、だから高校時代とか大学時代の音が、はいはい、あのオープンリールで残ってたわけ、はい、オープンリールから、はい、オープンリールで置いとくの大変だからさ、はい、オープンリールからしちゃうし、カセットに一回移したんだけど、はい、カセットもいらなくダメになってきて、はい、カセットから CD に焼いて置いて、はい、置いてあるね今。そうですよね、うん、いつまででもそれがCD っていうものがいつまで続くかだよな、 CD 文化が。そうなんです、ね、CD っていうものもそう言われてみれば邪魔なものでさ、うん、今となってはそこから大きいじゃない。はい、結構さ、そうです、ね、CD もいらなくなってくるとなるとどうなるんだ、うん、どうなってくんだろうな。本当ですよね。データだけでいいですもんね今 MP3。 だからそれ最近もう業界でもあの盛んにあるさ、ええ、レコード会社の存続の意味がさ、ええ非常に問われてるのよ、すごく、うん、ものとしてレコード会社って一体何をするとこなんだっていうさ。ああ、そうか、これはそうか。昔はさ、レコード会社っていうと、宣伝制作営業総務とかいろいろあってさ、はい、各ポジションがあったんだけど、ね、今さ宣伝部とかそういうあんまり必要ないだろう。
宣伝部に100人ぐらい社員いたじゃない、うん、はい、いました、いました。キャニオンすごかったもん。そうでしょ、はい、営業も大手はそうたくさんいたはずなんだけど、うん、今レコード会社にそんなにスタッフがたくさん必要かっていうさ時代じゃない、うん、はい、だってもう制作なんていうのはみんな家で作っちゃうから。そうですよね、ディレクターもあんまいらないし、ディレクターなんかいらないでしょ、うん、だからレコード会社でこれまで必要だった人数がさ、うん、そんなにいらないとなると会社を縮小していくじゃない、うん、はい、当然大きい会社が大変なことになってますよね。じゃあだから大変じゃないこれからね、うん、プロモーターも少ないですもんね。プロモーター少ないね。今のあの女性のプロモーターってレコード会社の人とは思えないような格好して、結構 ABEX、 ABEX を中心に、うん、他のメーカーでもそうですよね、うん、この人たちレコード会社の人なんだって結構びっくりしましたけど。女性のプロモーターが、うん、ね、昔いたか。あ、ね、一人二人あったかいましたけど、うん、今は女性ばかりですよね。女性が多いの？多いです。若い女性多いですよね、うん、今でもあれなの、放送局とかにいっぱいこう新曲とか持ってきたり、たまに来ることは来るみたいです。それはあるわけ。ただ、うん、熱意というかあんまり分かってない人、こう言っちゃ怒られちゃうけど、うん、あの頃は結構やっぱりその音楽をとか、うん、音楽ファンがそのプロモーターになって、うん、今度のこうなんですよっつって、うん、いろいろ会話ができたけども、うん、今はもうなんか決まったことしか言わないですね。あ、そう、うん、この昔はさ、はい、例えば洋楽なんかもさ、ね、プロモーターがいっぱいいて、洋楽は特に、ね、その洋楽専門のさ、音楽知ってるやつじゃないと宣伝プロモーションしてたわけだよ。そうですよね。そういうのないんじゃない今。そのプロモーター の、 あの言葉によって結構僕らも良さそうだなとかって影響を受けましたもんね。なるほどね、うん、時代は変わりました。変わりますね、うん、あの DVD もブルーレイになって、うん、なってってのは変ですけども、うん、どうなっていくか分かんないですもんね、うん、ブルーレイ残るか、どっちですか、分かんねえな。 DVD だからその辺が悩ましいところで、ブルーレイっていうのが残るのかどうかはよく分かんないな。 VHS はもうないですか。 VHS ないね。 VHS とベータがいなくなったな、なくなっちゃって、うん、レーザーディスクね、レーザーディスクなんか消えちゃったな。レーザーディスク、あれ大きすぎたな。ああ、桜井はレーザーディスクいっぱい持ってんだよね、ソフトはね、映画とか なくなっちゃったな。これからでも数年単位で多分新しいのが変わる、どんどん変わっていくんでしょうね、うん、大変な時代ですね。続いて7月28日ロサンゼルスオリンピック開幕ですね、当時は建設費や環境整備にお金がかかるという理由から、不人気、だったんですが、立候補したのはロサンゼルスだけだったということで。あ、そうか、そうだったんだ、うん、どこも誘致ってことはしなかったんだ、ロサンゼルスオリンピックには1セントも税金を投入しなかったのが特徴で、テレビ放映料やグッズ販売、スポンサー協賛金などで運営したということですが、この大会の成功がオリンピックの商業主義の発端になったとも言われている。そうだよ、このロサンゼルスからすごい商売に走っちゃったんだもん。だからすごい営業的なことに走って、はいはい、オリンピックは金になると。あ、そうですよね。うん、それまではなんかアマチュアの本当にスポーツ大会みたいな感じ。そうだね、うん、ロサンゼルスオリンピックだったね、あれ確かに。で、そのロスのオリンピックで一番輝いていたのが、カール・ルイス。カール・ルイス。はい、短距離でしたね、アメリカ。100メーター、200メーター。しかも走り幅跳びとかもありましたし。すごいね。あとは、400メートルリレーの4科目全てで金メダルと。うん。あれだけど、このカール・ルイスはすごいなと思って、ええ、まあ、カール・ルイスに限らない水泳の選手でもあるんだけど、マーク・スピッツとかさ、はい、いろいろあってさ、それもうこれは絶対破れないねとか言ってんだけど、はい、破っちゃうからすごいね、人間。破りましたね。ウサイン・ボルトとかさ、そうですね。ウサイン・ボルトなんて名前からしてウサインだけどさ、ウサイン・ボルトとか、ボルトを破りましたね、そういう人たちがその後出てくるところが人間のすごいとこだよね。日本の金メダルは10個でしたね。印象的だったのはやっぱり柔道の山下さん、うん、あのふくらはぎの肉バネで押しながら金メダルを取ったということで、強かったなあれは。はい、感動しましたね。多分日本の柔道の歴史で山下ぐらい強いのはいないんじゃないかっていう話あるね。あ、そうですね。やっぱり一番強いって山下が。かっこいいもんな、うん、でも85年28歳の若さで引退されたということですね、うん、引退から逆算して203連勝、外国人選手には生涯無敗だったという、うん、すごいです。俺も前なんだよ、外国人選手やってないから全然。なんですか、試合してないから。一回も無試合。僕も無試合。無試合。外国人選手負けたことがないんだ。引き分けもないですよね。引き分けたりしないよね、え、うん、山下さん勝ちか負けだよ。勝ちか負け。男だろお前。そうそうそう。
さあまずは吉田拓郎さんの1984年さっといこうな、さっと、いやいやたっぷりです、うん、1984年吉田拓郎さん38歳でございましたが、この頃にジョン・レノンが死んだ40歳までは歌い続けると宣言したと、うん、俺はね、はい、一言だけこれね今更だけど言わせてもらうけど、ね、はい、俺そんなに宣言はしてないよ。だからそういうインタビューでそうやって答えたら、はい、すぐ宣言になってしまうんだ、はいはい、俺宣言そういうことをさ、ラテランにも書かないでね、宣言とかラテランラテラン宣言、拓郎さんの言葉はそれだけだから話題を呼ぶってこと、そういうこと言ったら俺この番組降りるしかなくなっちゃうんだ、何も言えなくなっちゃうんだから祭りでもないなんて言えな祭りで言えなくなりますよね、祭りでなんて言えない40歳で引退っていうのはちょっと意識してたんですか。うん、あのね、30歳の時にも意識したし40歳の時にも意識したし、はいはい、したよ。あのそんなになんでそうやって一つずつ意識しちゃうんですか。僕はね、年齢をすごい意識する男なんですよ。いくつまでとか、いくつぐらいが引き切りはとか、いくつぐらいがやめ時とか、いくつぐらいになったら恥ずかしいんじゃないかとか考えるんだよ。あ、俺すごいすると古いよ自分の、その未来とか自分が40になったりとかってことを思い浮かべてしまう、考えてしまう、うん、それね、あと今はあの家内にもね、はい、よく言われたんですけどね、拓郎少し年のこと考えすぎるんじゃないって昔言われたことある。お、俺 だからねよくね、はい、うちのやつにね、俺ももう例えば50だったんですから、もう50だからこんなことはできないからなとかいう話をしてたらしいの、はいはい、今は記憶にないんだけどさ、その頃ね、もうすぐ50になっちゃうから、うんうん、俺こんなことできなくなるから、うん、こういうことはよろしく頼むよとかいうことをよく言うんだって言ってたらしいの、拓郎っていうのは、本当になんかその40なら40、50なら50の時に、うんうんうん、55だとか、はいはい、やったら45だとか、あと5年でいくつだとかそういうことをね気にする男らしいね。あ、それは亀さんに言われましたね。なるほど。でこういうことをするのはいくつになったら やめようとか、よくないんじゃないかとか、あれ恥ずかしいと。あ、僕はあの恥ずかしいがり屋ですからね、はい、恥ずかしいこと嫌なんですよ、うん、あんまりしたくない。でもそれは実行されるんですか。思ってされたことがほとんどないですね。その恥ずかしいことを脳々とやってます。あれ考えることは考えない。頭で描くんですけど、気がつくとそこ年を取り越してるんだ。40まで歌うぞつってもう65ですよ。そうなんだよ。10月21日シングル旧友再会フォーエバーヤング、ペニーレインは行かない発売ですね、うん、カップリングがペニーレインは行かない。行かないんですね。もう行かないよ、うん、今でも行かないし、原宿の街に行かない。これはもう原宿がもう飽きちゃったんですか。いやいや、やっぱり原宿へ行く僕じゃない。それこそさっきの話の延長線で、年齢で、僕はもう原宿、僕が原宿へ行ってる時代は、はい、僕にとっての住み心地のいい原宿があったわけよ、はい、それは今あるわけじゃないし、うん、今若者たちにとって原宿はやっぱりいい街でしょ、はい、そういう街なんだから、うん、そこへ俺がのこのこ行く割り必要はないし、行っても似合わない。原宿には俺は似合わないなと思ったから行かないっていうと想像しちゃったんですよね。これ頭で描くんだね、うん、そういうのない。この街にはもう行かないな俺は。それはないな。ないんだ。原宿ぐらい、こう例えば俺なんか原宿にすごい思いが強かったけど、はい、そういうの街がない。そういう街、下北もそうですけど、下北、うん、下北へは行かないっての絶対ないです。思わない。行きたい今でも。今でも、うん、うん、ないな。決別みたいなのはない。ないんだ。あと実家の墨田区とか。下北なんかはさ、はい、昔と変わってないからだろう。原宿はすごい様変わりしたんだよ。変わり方がすごいですね。そうそうそう。下北もまあ変わってると来てますけど、うん、ちょっとずつですね。うん、原宿はね。原宿の変わりようはひどいわ。すさまじく変わったからね。はい、僕が70年代にあの原宿の街を好きだった頃からすると。この80年代からは原宿も全然様変わりした。拓郎さんが原宿で遊んでた頃は竹下通りって何かありましたか。ほとんど何もなかったですね。ないです。レコード屋さんが、メロディーハウスが1個あって、で焼肉八角亭があって、八角亭でセブンイレブンがやっとできたんですよ。セブンイレブンなんかあったかな。あのだいぶあと73、4年だったかな。何もまだ住宅街だよ。そうですよね。僕ペニーレインが1軒だけの宮としてあったけど、あっちはそうですね。あっち側にね。でキディランドがあって、よく隣にシェイキーズがあって、あったね。それぐらいですよ ね。あと向かいにレオンですか、喫茶店が。あ、レオンあったかな。レオンがあって、あのブランコのなんか喫茶店がありました。向かい側か。向かい側に渡ったところに
原宿は何にもないよ、あのみんな住宅街でみんな閑静な、ね、静かに暮らしてるとこで、うん、あそこはそんな若者が集まってたむろする場所じゃなかったよ。ですよね。ただそのペニレンっていう店一軒だけが俺たちが集まってる場所ではあったけど、それがスタートですよね、ある意味原宿ブーム。原宿が変わっちゃうの、拓郎さんのせいだ。あ、行けなかったの。行けなかった本当のあれがあれで、あのやたら若い奴らがいっぱい来るようになった。そうですよ、うん、でどん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 それが年齢層が下がってって、修学旅行だ、タレントショップだって、うん、今はもう観光地ですもんね。もうすごいね。もう今原宿は歩きにならないよ俺は。全然。うん、そうですね。そして、同じく10月21日、アルバムフォーエバーヤング発売でございます。たとえそれが叶わない夢でも、自分を殺してまで生き続けるよりは。7月26日未明、これは拓郎さん全曲作詞作曲。あ、そうだっけ。ですね、フォーエバーヤング。このジャケットにはどんな狙いがあるんですか、拓郎さん。これはね、裸です。あのね、はい、シンガポール撮影なんだよ。お、シンガポールのためにタムジンと行ってね、はい、タムジンとこの頃ね、俺の衣装を担当してる人がね、はい、あのちょっとこういう感じのね、はい、お姉系のね、あの人なの。タコさんの好きな、ね、すごくね、俺の裸とかに関心を持ってる人。危ないですね。そう、セクシーなタクロにしたいわとかいう人だ。はいはい。そういう感じなんで、うん、やたらこうなんか肌を露出させるかかる。これでも筋肉結構ついてますよ、タコさん。俺この頃はだからステージ上で武道館でも裸になったりして、うん、裸を見せるぐらいの自信があったわけよ。これをなんて呼ぶか知ってる？天狗。天狗って言うんだよ。じゃあ相当な天狗ぶりだったんですか。天狗ぶりよ。すごいですね。もう天狗がなんつうんだろう。天狗がギター持って。天狗がギター持ってるみたいな歌や。この頃裸になってステージで歌ってんのはお母さん怒んなかったんですか。お母さん裸になってるの知らない。知らないよ。知らない。知ったら怒ります。お母さん怒ったら、あの怒るないし。もし知ったら。お母さん知らないんだよ。タクシーは何やってんの。裸になってると思ってない。このスリーピースもおしゃれですね。おしゃれだよ。はい、だシンガポール行ってね、シンガポールでね、あのビデオも撮影したんだけどね、そのビデオのモデルになった女の子がね、シンガポールの女の子で、はい、ちょっとこう4分クォーターみたいな感じの女の子で、すごいかっこいい女の子だったモデルの子で、はい、モデルクラブから来た子でさ、すごいかわいいわけで、俺たちバンドで全員で撮影に行ってて、はい、この子はいいねってみんなで言っててさ、これはなんとかしたいなんて言い始めて、バンドのみんながまた、あら悪徳バンドだから、悪バンド悪バンドだから、矛をなんとかってバカ野郎っていう感じで今思い出したけど、すごい懐かしいな、かっこいいモデルさんでした。まあかっこよかったね、うん、誰もお付き合いできなかった。全然ダメだ。全然そう、当たり前だよ、当たり前。そういうことばっかり考える。うん、うん、まあでもこのジャケットを見る限りは本当にセクシーな吉田拓郎。そういうのね、あのだってその時々のさ、坂崎たちもあるじゃない、その時々のスタイリストとかさによって変わるでしょ、俺たちって。そうですね、ね、はい、でスタイリストの、あの趣味とかがさ、センスとか、センスが反映されるんで、俺もすんごいスタイリストいろいろ変わったからね。でも拓郎さんご自身の意見も多いわけでしょ今でも。この頃今はすごく多い。この頃はどっちかっていうと、まあ、スタイリスト任せ。あ、そうですか、うん、こんなの似合いますよっつったら、じゃあそうそう、だから王様たちの背景とか、こんなキンキラの肌露出のラーメン塗るのね、あちこち、はいはいはい、光もんだらけになっちゃってて、はい、こんなのどうなんと思って今見たら思っちゃうけど、はい、当時平気でやってたよ。うん、そうですよね、うん、結構後で見ると恥ずかしいことってあります。いや今もう今の清志郎上回ってるぐらいのメイクしてるなと。すっげえ、うん、80年代って結構恥ずかしいな。そこへ行くとこれから出てくるアルフィの写真がすごいね。まだまだ。そして84年拓郎さんは絶世の美女沢口靖子さんの歌手デビュー曲「節制の美女」、はい、「潮騒の歌」を手がけます。これね、これ武田鉄矢の弟子が。本当だ、うん、哲也さん作詞、拓郎さん作曲の、うん、これ沢口靖子って人はね、はい、歌下手だね。これ聞くと分かりますね、うん、危ないね。デビューしたばっかりですか。この武田鉄矢の映画でデビューするわけ、ええ、それで武田鉄矢が電話があって、はい、これデビューさせるんですけども、女の子、はい、この子の主題歌を作ってほしいってこと、はい、挿入歌を、ええ、で武田鉄矢が詩書いたわけ。もうとんでもない詩なんだよ。私もうすぐ真珠とかさ。何ですかそれ。分かんない、意味が分かんない。このコンビは1曲ですか。1曲だよ。俺鉄矢の詩には あんな蒸し暑い男の詩曲つけるのやだよ。すごいですね。でも、うん、当時19歳沢口靖子さん。そうか、ね、刑事物語当時19歳か。今すっかりあれだな、お母さんになっちゃったな、ね、うん、次の年かな、コマーシャルで
沢口靖子さんのコマーシャルで、うん、あの化粧品のコマーシャルで僕らの曲が使われたんですよ。あ、そうなの。はい、あ、なので何かと縁があるんだね。縁がありますね。君たち近いところにいますね。近いところにいるね。だからさ、いやだね。いよいよこの後ですか。自分で言うんですか。そうだよ、いよいよ来るよ。いよいよお知らせの後はヒット曲連発で大天狗になっていた1984年のアルフィーの歴史を振り返ります。大天狗。さて続きましてアルフィーの1984年を振り返ります、うん、こんなデータを僕は出すのは嫌なんですが、うん、1984年に年間売上の多かったアーティストのベスト5を紹介しますと、いや売り上げ、ね、1位はチェッカーズです、はい、2位がアキナちゃん、3位が聖子ちゃん、4位がキョンキョン。まあここまではトップアイドルです。チェッカーズ、うん、アキナ、聖子、キョンキョン、うん、そしてなんと5位が我らアルフィーと、うん、あーもう天狗だ、売り上げの多かった我らアルフィーなんて言う人は、我らがアルフィー、我らがアルフィー、誰が言ってんの我らがアルフィーって俺が言っちゃったの、そこそこ言ってんの我らがアルフィー5位ですよ、タコロさん、うん、アイドルに。チェッカーズ、アキナ、聖子、キョンキョンってみんなアイドルばっかりじゃない。はい、で君たちもアイドルなんだよ。いや、30歳になってもアイドルとしてくれたわけだよ。おお。君たちはさ、アイドルなんですか。アイドルだよ。この写真見てよ。この神父じゃない。このさ、まず桜井から行くけどさ、桜井、はい、なんでさコンバース履いてんの。コンバース、バッシュ、これはおかしいです。背広にコンバース、背広着てスーツ着てさ、ジャケットネクタイ締めて、このコンバース合ってないじゃない。本当だ。坂崎、これなんだこの髪型とこの顔は。顔。この狐につまわれたリスみたいだね。本当だ。リス。これよくジャケット。お前なんか宮本信子に本当に似てる。お前は。宮本信子さん。高見沢サラリーマンでこれ本当に。猫背ですよね。猫背でどっかのサラリーマン、仕事帰りにちょっと寄ったんだって。ちょっと男前のサラリーマンって感じですね。ちょっと男前のサラリーマンだよこれ。本当だ、うん、これ新婦ジャーナルです。ダイムとかのモノマガジンに出てきそうなサラリーマンだよ本当ですね、うん、これはもうミュージシャンとは思えないこの3人。これがあれですか、その84年の売り上げ多かった、うん、これが5位なんだよ。5位のアーティスト3人ですかね。すごいな。新婦ジャーナル、大越さんが、大越がねこれ取材したんだよ。タクロさん大ファンです、ね、こんな撮影をするのになんでこのコンバースなんだろうな。私服ですねこれ。おかしいな、この3人は本当にバラバラだな。この頃私服なんですけど、関口さんがね、その、うん、やっとお前らも売れたから、うんうん、洋服もちゃんとしたのを着なきゃいけないっつって、うんね、だけども負担をかけたくないっつんで、うん、その関口さんから昔から知り合いだった、うん、先輩だった方がですね、その洋服屋さんやってるんで、うん、紹介しようっつって、その関口の知り合いっていうのを連れてくるところが失敗の元なんだよ大体あいつの知り合いとかにろくなもの話じゃないんだよそういうのでお茶濁すんじゃなくて、ちゃんとスタイリストを呼んでこいよこんな。お前スタイリストいなかったですもんね。いないだろうな、この、はい、うん、まだ無理なんだスタイリスト。そうなんですよ、うん、だから売れてはいるんですが、まだ天狗じゃないですね。天狗じゃない、この格好を見ると天狗じゃないね。ええ、うん、多分あの坂崎、ほんとこれなんか宮本信子かリスかって感じリスでまだベスト10とか出ててもメイクさんもいないんで、メイクもいない、自分でこう動乱、自分で塗ったりしてんの、塗って髪の毛もなんか自分でやってましたよ。これ必要ないんじゃない、髪の毛さ、俺はでもこれあのフォークみたいな、あれね、こうやるやつ、はい、パリパリってやってましたね、うんうん、1月21日に発売しました星空のディスタンスがオリコン最高2位、年間ランキング11位。アルフィーの中では、92年に出ましたプロミストラブに次ぐ第2位の売り上げでございましたね。でリリースされたのは84年ですが、実際にはですね、そのちょい前にライブハウス時代にですね、ギターのインストで弾いてましたねこれ。へで、あー、それはスプートニクスみたいな、スプートニクスだね、完全な、ね、うん、ヨーロッパサウンドの、そうなんですよ、そうだね、でみたいな感じでやってましたねそれでそのメリーアンのヒットを無駄にしないためにかどうか分かりませんが、今原稿に書いてますが無駄にしない、高見沢さんが何度も書き直して売れるための曲を作ったと何度もそんなに何度もじゃない。ただこの曲はメリーアンの次にどんな曲を出すってことで、高見沢はやっぱりヒット
と出たのはいいんですけど、うん、次が問題だってことは僕らもすごくよく分かってましたんで、いや、やっぱり一発で、まるで日本ハムの最高みたいなもんだね今年が問題だそう、2年目が2年目がそういうことなんで、やっぱりあいつにプレッシャーは相当言ってた。よく言ってるのは、ヒット曲が出れば、安心楽になるなと思ってたらしいんですけども、メリーアンでヒットが出た後、さらに余計に大変になったと、余計プレッシャーが、別のプレッシャーですけどね、はい、あの注目されるようになるんで、そんなこと気にしないでいいんだよ、ミュージシャンは。ランキングとか、お前らランキングとか次の曲のプレッシャーとか2曲目がどうとか考えすぎだって。なんででしょう。ミュージシャンってのはもっとドーンと自分の好きな道を歩めばいいんだよ。だって好きな道やってきて失敗ばっかりしてるんですもん気になるんです。30歳までな、はい、やっぱりね、みんなの言うこととか、みんなの言うことに弱いんだな。そうですね、どのくらい売れたのかとか気になるんですね、やっぱりねしょうがないな、はい、10年目ですから、デビューして今10年経ってるんだもんな、はい、74年デビューで、そうか、オステラのディスタンス84年ですからね。そうだな。でよくベスト10とか出てた時に、あのデビュー曲だと思われてるんですね、メリアンとか。その前に9年分あるんですけど、うん、なのでチェッカーズとか安全地帯とかで一緒に出てると、うん、デビューしたばっかなのに随分老けてますこの感じでは見られてたみたいですよね。チェッカーズなんかはさ、はい、ウィウィーシーもね、10代ですもんね。ウィウィーシーよね、はい、うん、それに比べると、この3人は随分同じ、踊んないし、同じ時期にしたら随分踊らないしなんかウィウィーしくない、なんか背広着てコンバースが履いてるんだけどなんだろうこの人たち。サラリーマンみたいな、サラリーマンみたいな人がいるし、リス真ん中にリスがいるしリス、シマリスか、なんだこの宮本信子はみたいな人はだからちょっとやっぱり浮いてたと思いますよ。そう、いや相当浮いてたろうな。浮いてますかね。だから昔からのアルフィーを知ってる、まあ、タクロさんもそうですけど、はい、ファンの方も、うん、アルフィーをよく知ってるアコースティック時代からの人たちは、うん、きっと滑稽に見えたことでしょうね。多くの人が笑ったねあいつら何やってんだろうってメタルの格好してましたからね。おかしいね。鎖ジャルジャルだし、しかも派手ですからね。歌ってる歌は全然鎖ジャルジャルじゃないんだよそうですよね、メロディアスだし、全然メロディアスでね、可愛い歌なんだよ、はい、うん、恋の歌なの、ラブソングなんだけど、高見沢が鎖ジャラジャラにしようって言ったんですよ。鎖ジャラジャラ全然似合ってないんだよこの髪型でこの素材がさ、はい、鎖ジャラジャラが合うわけないじゃない。坂崎この頭でさ、どうするんだよこれでさ、ねえ、うん、合わないですよ、ね、合わないよ。変なグループだな。変なグループです、確かに。続いて3月27日、うん、春のツアー、フライングアウェイ、スプリングツアーがスタートします。フライングアウェイと来たよ。フライングアウェイ、飛び去る。いろいろ来るな。1回目なんだっけな。フォークソング機構ですか。ありましたよね。あったね。あと、幼くて愛を知らず。幼くて愛を知らずっていうのがあったね。ありました。だいぶ変わったね。はい、だいぶ変わってきました。フライングアウェイ、ね、7月7日のフェスティバルホールまで、57本。フォークソング機構ってのあったね。アルフィー歌い歩き、そんなのさ、歌い歩き、アルフィー歌い歩き、はい、そんなの高田渡でもやんないだろ小室さん、小室ひとしでもやんないよ。小室ひとし歌い歩きなんてやんないですかね。やんねえよ。その歌い歩きから、2年ぐらいでフライングアウェイに変わっちゃう。はい、3月の末から7月の頭までで57本ですから、相当な量ですね。すごいね。ファンの方によりますと、はい、この頃が一番チケットが取りづらかったと。ファンの方はおっしゃってる、はい、おっしゃってる。さっき力入れてね、一番チケットが取りづらかった。あ、今は、今はそこ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 取れるんじゃないですか。かわいいな俺ね、ある日が好きなとこはそこよ。なんですか。今はそこそこ取れるそう、好き、俺お前ら好き、大好き。4月4日日本放送で、うん、アルフィーのオールナイト日本がスタートします。あ、そう、はい、3人で、まあ、オールナイト日本の歴史でいきますと、僕が80年に2部で始まって、うん、82年かなに、1人で1部になりまして、うん、でこの84年日本放送がちょうど30周年だったんですね。そしてアルフィーも30歳という同い年なんですけども、日本放送の過言になったんです。アルフィー30歳、30歳ですね僕ら。で日本放送の顔になって、この日比谷とかのですね、地下鉄とかにポスターを貼ったりしてくれてたんですけど、うん、ステーションキャンペーンで日本放送の宣伝で、うん、その時のアルフィーのイラストがすごかったんですよ。もう
似てなくて、うん、宮本信子さんよりももっと似てないですね。もっと笑っちゃった。高見さんもすごかったもんな、映画そう強烈でしたね。全く似てなかったですね、それでもそのポスターを出したわけ、出したんです。どうして NG にしないの、関口さんが。関口だから坂崎関口を呼んでこい一回。アメアローが言ってることはろくなことないな。まあ、でアルフィーのオールナイトニッポン、略してアルオナニって言ってましたね。え？アルオナニ。アルオナニ。アルフィーのオールナイトニッポン。ああなるほど。はい、スタートしました。3人でやってましたね。当時のラインナップです。祭りのオナニじゃない。祭りオナニじゃないですよ。アルオナニです。祭りってしてどうするんですか、タクオさん。アルバムタイトルですよね。え？アルバムタイトルです。アルバムタイトルはもうじきオナニ。もうじき。哲也さんの影響を受けすぎですさん。当時のオールナイトのラインナップは、月曜日が中島みゆきさん、うん、火曜日が桑田佳祐、うん、水曜がアルフィー、木曜がビートたけしさん、金曜が山口良一さん、うん、そして土曜日が鶴子でおまの鶴子さん、うん、水曜日アルフィーってことはアルフィー3人でやってたわけですね。はい、3人、3人揃ってクロストークで。クロストーク、はい、そうだろうね。もう拓郎さんのところに遊びに行った感じのまんまですよ。まんまね、はい、バカバカしい3人でございます、うん、そうだね。今ステージでやってるようなことでしょ。そうですね、今お笑いコーナーでやってるような。そうです、お笑いコーナーでこんな感じです。俺ね、いろんなロックグループ見たけど、はい、お笑いコーナーがあるのお前たちだけだよ。そうですか、当たり前だろお前。拓郎さんお笑いあったじゃないですか。お笑いコーナーなんかねバカ野郎。拓郎さんのトークも笑いますよ。俺のは自然な、俺の話が面白いんで、坂崎たちはコーナーになってるじゃないか。コントコントですね。毎回同じことやってるじゃないか、ずっと各自で各地、はい、俺はアドリブだからその都度話しゃべりは変わっていくんだけどさ、坂崎たちにはコーナーになってるの。そういうのなかったです。かぐや姫とかないんですか。え、コーナーにはなってないと思うよ。そうそう、ね、そういう、そういうロックバンドだろお前。そうだ、あんまいないよロックバンドで。いないですかね。オアシスとかやんないだろコーナーで。お笑いクイーンはやんなかったですか。やんない、クイーンやんない。コント、おかしいよ。やってないですか。おかしい、おかしい。そうか、うん、僕らぐらいですかね。ザ・フーとかやってないだろコント。ドアーズとかやんないですか。ドアーズやんない。あんな真剣なバンドなのお前。ドアーズやんないよ。続いて5月21日シングルが出ました。スターシップ光を求めて発売になります。この曲はアルフィーのシングルの中で初めて劇場用アニメの主題歌になります。アニメのタイトルは SF 新世紀レンズマン。レンズマンという映画のアニメなんですね。あ、そうですか、はい、知らないですね。そうですか。レンズマン、すいません知らないですか。今40代僕アルフィーファンじゃないんで知らないんですよ。そうですよね、レンズマンですよ。スターシップって曲今初めて聞きました。あ、この曲ですか。結構売れてました。そうですか。はい、言えよはっきり。なんですか、売れたのか。結構売れましたよ、まあ、あの星空のデッサンスほどじゃなかったです。ほどじゃない、はい、ここが問題なんだ、はい、リードボーカルそこそこ売れました。リードボーカルが桜井から、途中でですね高見沢に変わるんですね、うん、あの一瞬、うん、高いところなんですけど、はい、それこの辺でやあのまあ、メリーアのディスタンスっていうのはどっちかってやっぱりあのメロディー覚えやすくてシングル向きな曲だったんですけど、うん、ちょっとアルフィーらしさをそろそろ出していこうと。遅いよそろそろって。もう10年以上経ってる。スイッチボーカルみたいな。あ、そう。世間はベスト10に出れるようになったから、うん、面白いじゃないですか、ボーカルが変わると。カメラワークも。あ、そう。桜井ばっかり映してたらもうポンとこう高見沢がアップなんて面白い。面白くないですかね、うん、別にリードボーカルリードボーカルでちゃんといればいいんじゃないの。3人とも歌うんで。別にローリングストーンズはロス、ビッグジャガーが歌ってんだろ。あ、ビートルズですよ、だから。え、ジョンが歌う。ビートルズとお前たちと同列に並べるな。コントやんないです。コントやんないだろお前。ジョン・レノンがコントやってたらどうすんだよ。やんないですかね。ポールと2人でさ、あらよって、そんなコントがあるかお前。でもビートルズもあのお笑いは好きでしたけどね。お笑いが好きなのとステージでコントやるのとは違うんだよ。違いますか。違うよ。モンティパイソンとか出てましたけどね。あ、高見さん子供が歌ってるみたいだね。高いっすよ、うん、本当に子供だね。子供ですか、うん、何歳ぐらいの子供ですか。小学生だな。これは小学生。はい、何もちゃぶってなもちゃぶじゃないっすか。もちゃぶもちゃぶもちゃぶって何言ってるの。
これ歌いづらくなるんで。モチャブ。モチャブじゃないの今。ゲリロン。We can do。ゲリロン。ゲリロン。Get it on。モチャブが。You can。あ、なんだっけ。You can do じゃなくてなんだっけな。忘れちゃった。忘れてるじゃない。突然出てこない。変わって7月5日アルバムが出ます。ルネッサンス。ザ・ルネッサンスという。あ、メタルだ。どこか。鋼鉄の巨人。それタイトルだけが。スティールジャイアント。坂崎。タイトルは確かにメタルだよ。はい、サウンドもメタルですよ。スティールメタルかな。はい。ボーカルはこれ普通じゃない。青春歌謡じゃない。青春歌謡。オリコン最高2位を記録です。年間チャートも。最高とか年間とかこだわるな相変わらず。年間チャート25位。うん、アルバムザ・ルネッサンス。鋼鉄の巨人。うん。ね。これで鎖が鎖つけてやってましたねステージで鎖ジャー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 でこの年が一番鎖多かったのかなライブでも鎖俺も一緒に酒飲んだから覚えてるよジャラ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 続いて8月3日、3回目の夏のイベントそうですね前の年が武道館でその前が所沢で初めて野外やったんですが、うん、夏のイベントフライングアウェイアルフィンイン横浜スタジアム、うん横浜球場ですよ太郎さんそんなにそんな横浜スタジアムって言わなきゃ横浜スタジアムでいいじゃんちょっとスタジアムコンサートですやってください、はい、俗に言う雨の横スタというふうにやっていますけど自分たち言ってるだけでしょまあ関係者数人が当日ですね、うん、このジャケットもプラネットアルフィーこれそう俺坂崎宮本信子とかリスかどっちかしかないもんさあこれ高橋さんこれ後か坂崎これ後ですよ高橋さんまだまだ後話は今横浜球場の話ですから横浜球場は、うん、リハーサルの時晴れてたんですけど、うん、本番5分前1ベル入ったぐらいからですね雲行きがめちゃくちゃ怪しくなるお前たち雲行きが怪しくなるコンサート多いんだよ多いんですよ後楽園もそうでしたけども、うん、それで、1ベル入って本ベルの間にですね、うん、雷がゴロゴロ鳴り出しましてはい、はいでキャニオンの当時社長でありました狭間社長がです、ね、狭間さん、はいはい、お前ら随分と金のかかった特殊効果だなもう狭間さんもめちゃくちゃだね、うん、切れてるとしか言いようなんでです狭間さんも金かかってるな違うでしょう稲妻だって言ってんだろ稲妻にあれはわざとアルフィーが出したんだろうと稲妻をねすごい、はい、金かかっただろうな本当にでも何人かはそう思ったみたいですよ稲妻を呼んだんだ呼んだんですよすごいなそれで本番中もずっと雨降ってましてですね、うん、でしかもこの時TBS がですね、うん、アルフィー突然という特番をあ作りましてアルフィー突然アルフィー突然で1時間生放送でやったんですけどそのコンサートこの中継を織り交ぜながら、うん、中ではコントをやったりするんですよやっぱり、うん、コントとかあらかじめ撮ってですねコントね、村野武則さんが、うん、アルフィーはなんで今若者に受けてるんだよみたいなことをですね、うん、いわゆる、スタジオにおばさまたちを何人か観客入れて、うん、アルフィーってのは今受けてんだけどみたいなことを検証するみたいな番組なんですね、うんはいはい、でアルフィーの歴史を追いながら僕らは自分たちで歴史を歴史のドラマを出演しながらですねそれはもうあらかじめ撮ってるんですけどそこに横浜スタジアムのこの生の中継を、挿入はい、インサートしていくというですね、はい、そういう番組だったんです、はい、アルフィー突然という、はいはい、今でもファンの方の間ではですね伝説の番組というふうに、うんはい、誰も見てないと思う俺たち見てないし知らない知らない知らないですか坂崎、はい、このさっきの、当時はチケット取りよかったらしいそうなんですね今はそこ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 取りにくいんですまあそんなんで横浜スタジアム思い出に残るコンサートだったんです思い出残るね確かに、はい、で高見沢がですね、うん、この時雨対策してなかったんですね、うん、降ると思ってなかったの、うん、ですので下がビニールだったんですよ雨対策は普通しないもんね、とりあえずはね、野外でもなので、1センチ以上水がもう雨が溜まってまして最後の方で、うん、でアンコールで高見沢が、バーンとステージの前に行こうとしたらすってんころりにしまして、まあ、そういうことはよくあるだあのとこはね高見沢多いんですよ、うん、でしかもあの時なんかねフライング V みたいなとんがってるギターだったギター、ね、そのとんがってるギターの先っぽがとんがってるところがとんがってるところが胸に当たりまして肋骨に当たった肋骨にひびが入りましたですね、うん、まああいつらしいよこっから高見沢が転ぶ伝説が転ぶでよく転ぶんだり、あっちこっち、いろんなところで転ぶんだなそうですよね、うん、はいということで、初めてのアルフィスタジアムコンサートということで、ちょっと天狗になっ
ってきた。いや、お前が今天狗だなっていうのは伝わってくるよ。伝わります、ね、話し方がすごい天狗だよ。もう書いてあることを読んでるんですか。いや、もうムカムカするよ俺と見てて。変わって10月2日、秋のツアーがまたスタートします。ツアーだけはずっとやってるな。はい、秋はフライングアウェイオータム、12月28日のジョーホールまで48本です。こちらすごいね。大阪城ホール28日だったんで、紅白歌合戦は、辞退させていただきました。え、誰が聞いた。天狗ですよね。誰が聞いたよ。紅白出ないんですよこの年ね。坂崎、はい、何を勝ち誇ってんの俺に。いやいや俺に対して。オファーはあったんですよ。もちろんもちろんもちろん。ありましたけども、ツアーなので、お断り、丁重にお断りさせていただきました。言えよはっきり出たくないとか。俵積みが嫌だとか。え、タワル積み、応援のタワル積みがやる。それやったの。やったです。やった。応援のタワル積みやりました。何の時だっけな、白組応援のやつでした。それに時間かかるんですよ、リハーサルで。リハーサルでタワル積みの、タワル積みやったの3人で。やったんですよ。それとタワル積みがやる。お前たちさ、堂々とミュージシャンとして何かやったことがないね、はい、堂々と胸を張って、はい、俺らミュージシャンだバカ野郎っつって、いや、やったことはあまり見られないな。常に人の顔色と人が言うことを聞いてきて、ね、人の言う通り動いてるね。タワラツミとか、そうです、ね、普通断りゃいいんだよ。 NHK だろうがなんだろうが。それは僕らは断るんですか。当たり前だよ。お前誰が関口は断れないんだよ。あいつは嫌と言えない社長なんだよ。僕らと一緒じゃない。なんだよ、社長は言えないわ。 あいつが言えない、お前たちが言えない。誰が言うんだって。田辺さん、そうや、田辺さんが出てきてください。田辺さんだったら絶対 ね、一言、そんなことをある意味やせられないとか言える人だよ。そうだ、そういうのがいないんだよ周りに。みんなでやろうか。じゃあ田辺さん、なんか昔あのスパイダースの時に、話は変わっちゃいますけど、スパイダースが、あの町明さんとかスパイダースで出た時に、司会が某あの名前は言えませんけど、あの放送作家からタレントさんになった方で、で司会やってて、でなんかすごいあの失礼なこと言われたらしいんですよ。ただ社長は、あ、帰るぞって、スパイダース全員に、全員帰ったんですって。そうだよ、ずっとテレビ局困っちゃうんで、すいませんって、田辺さんお願いしますって言ったら、堺に司会やらせろ、司会を変えろ、司会堺にやらせろって変えたらしいですよ。ほら、それがミュージシャン、かっこいいですよね。普通だよ、それが音楽をやってるミュージシャンたちはみんなそうやって生きてるんだ。坂崎、絵じゃないよ。タワラツミやんないですか。タワラツミやらないんだよ坂崎。タワラツミやんない、やんないんですか。タワラツミをやるのは、そういう人たちに任せときゃいいの。アルフィーはやっちゃいけないんだよ、だいたい。そういうのをやるからおかしなんだよ。やらされるから出なかったんですよ。やらされるから出なかったんですよ。それもせこい、それもせこい。そんなことで断るか、紅白。続いて10月17日、シングル恋人たちのペイブメント発売でございます。ペイブメントってどういう意味なの。歩道ですね。歩道か。歩道ですね、はい。恋人たちの歩道って言っても言い方ね。そうですね、ただ山内健さんのペーブメントに映る、あれがありましたから、ね、あ、2人の銀座。僕それ以来でしたもん、ペーブメントって聞いたら。それ以来だよ、ね、確かにそれ以降も聞かないもん。ないです、ね、ペーブメントはグリコアーモンドチョコのコマーシャルソングでございました。でメリーアンでブレイクして以降初の高見沢リードボーカルでございました。はい、驚異的な高音ボーカルで歌われてると。そうですね、こういうことは何かすごいことなのって。声が高いっていうのはどうなんでしょうかね。でも皆さんに言われましたね、高い高いって。高いってね、はい、だから高いっていうことと素敵っていうことと違うからな、ね、あ、高いだけ。あとは何ですか、そこそこ高いですか。そこそこ小田さんも高いですもんね。小田高い、はい、小田さん高いし、うん、小田はだからさ、小田のボーカルはさ、評価されるわけよ、はい、高いっていうことじゃなくて小田の高いだけじゃなくて、高いだけじゃないんだよ。高いっていう前にあのボーカルがいい。クリスタルキングもそうですか。高い高い、高いさ、あれ高いんだよ。高いです、うん、驚異的な高音ボーカル歌われている、歌われている、そんだけじゃない。本当だ、書かれてるわ。そして高見沢が当時のスーパーアイドルキョンキョンに楽曲を提供しました。スターダストメモリー、忘れないでいて。いや、嬉
嬉しかったですね、キョンキョンに高見沢の曲を書いて。あ、それなんで坂崎嬉しいの？僕キョンキョンファンです。好きなんだ、はい、キョンキョンが、うん、いい曲書いてねって一言だね作詞は高見沢と高橋健が一緒に共作してますね。あ、高橋健ね、はい、うん、メリアンから健とは、よく共作、作詞の方ではしてます。あ、そうか、はい、高橋健ってね、俺の事務所にいた女の子と結婚したんだよ。本当ですか？離婚したかな。あ、知ってる知ってる。そうだろ、あの時にオールナイトの時に来てた子だ。来てただろ。あ、おっぱい大きい子。そうだよ、俺のマネージャーやってた女の子。そう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 、あの子可愛かったですよね。上智の女の子で、上智大学の健。離婚したんじゃないか。そうですか、ね、うん、あんま大きくて言えない。大きくじゃ言えないな。確かそうだよ。そうですか、ね、うん、あ、でも可愛かったですよ。確かに高尾さんの秘書かなと思って。いや、マネージャー。マネージャー、あの外国のアメリカが来たバンドとかと仕事が多くなってて、はい、英語が必要だったんで、マネージャーをちょっと喋れるやつにしようっつって、上智大学の女の子を雇ったの。頭はいいし、胸はでかいし、可愛いし。あ、関係あります？胸でかいっていうのあんま関係ないですよ、ね、ないでしょ。仕事上、あんた何をおっしゃる。仕事上何をおっしゃる。おっしゃるリス。何をしてるんだかって。で、オリコン1位です。この曲は初登場、年間でも14位に入りました。お前はランキングが好きだね。書いてあるんですもん。だって拓郎さんがお嫌いなランキングでございますが、もう一度、リピートします、はい、星空のディスタンスが年間11位、スターシップが年間30位。ちょっと待てよ、はい、それは何、星空のディスタンス年間11位でスターシップが30位ってことは、はい、坂崎としては誇らしく言ってるわけ、はい、今そんなこともないです。どういう気分で今言ってんの？いや、ただのデータとして、データとしてデータを述べてるだけ、はい、あ、そう。じゃあこれは普通のアナウンサーのお願いしてもよかったな。そして繰り返しますが、アーティスト別では年間5位の売り上げをマークしつつされておりますということなんです、はい、今はどういう気分なの？ あ、そうだったのか。年間5位の売り上げだったのかっていうのは、うん、ちょっと実感なかったですね、うん、うん、知ってたろ。いや、知らなかったです。坂崎白状しろ。お前は知ってた。ずっとランク外だった。ミュージシャンだろ。ずっとランク外だった。ミュージシャンっていうのはそういうものに左右されないで、音楽そうですか。音楽一筋で生きていけるんで。だって僕ら初登場し、やっと51位だって嬉しかったんですよ。みんなで乾杯したんですか。1位になったんだから、はい、もう1位になった人はそれからあとは胸張って、俺たち1位ってチャンピオンなんだって胸張って、うん、We are the champion my friend。 そうだ、マイフレンドでいいんですか。そうだ、そういう気分でいかなきゃ。その NHK の紅白に出るために、うん、なんかみこしを担げなきゃいけないとかさ、うん、それを担ぐの嫌だから降りるとかさ、はい、バカ野郎。そんなくだらない。レベルが低すぎるだろ。だいたい全体的にレベルが低い。レベルが低い君たちは3人とも。もっと心の、うん、その、そう、気ぐらいっていうのを高いところに持って。社長はどうなんですか、関口さん。社長も低すぎるし、どんな子だっけ。呼んでこい。社長がダメなんだよ。お知らせの後は1984年のヒット曲特集します。さて、アルフィーが大ヒットした1984年、はい、ヒット曲満載でございますのでたっぷりとご紹介したいと思いますが、まずはレコード大賞曲、五木ひろしさんの長良川演歌でございますね。これは同じ年にヒットしてるってことはさ、一緒になってるはずですよね。そういうのは記憶にないの？ベスト10とか夜のヒットスタジオとかで一緒に出たりする、ね、それはあったですね、うん、ヒットスタジオありましたね、うん、でも五木さんの曲の中で坂崎たちはさ、ある日はさ、テレビに出ないとかいうことじゃないわけだから、はい、歌番組出てたわけでしょ、いっぱいガンガン出てましたでしょ、ツアーやりながら、うん、はい、そうでしょ。で、この年一番ヒットした曲はわらべのもしも明日が、これはあのわらべでも高部智子さんが脱退した後なんで二人グループですね。かなえたまえ、かなえたまえ、メダカの兄弟に続くヒット、97万枚を売り上げたそうです。すごいね。すごいですね。すごいね。これもテレビのやっぱり影響ですね。すごくね。金ちゃんファミリーですね。はい。続いて年間2位は安全地帯、ワインレッドの心です。もっと勝手に、これ陽水だっけ。これは柴陽水さんですね。陽水なんか声もちょっと陽水さんっぽかった。いや、この楽曲もなんかね、少し似てるし ね、陽水の影響とかあるんじゃないの。そうですよね、うん、あ、陽水さんのバックバンドをしてたって言ってたかな。あ、そうだよ、それもあったね。そうですよね、安全地帯、よく一緒になりましたね。あ、そう、はい、うん、そしてこのバンドもよく一緒になったチェッカーズ、うん、84年のアーティスト別で最も売り上げが多かったのがチェッカーズでございまして、ヒット曲も量産しました。まずは涙のリクエスト、うん、やったな、これも50年代アメリカンポップスだですね、うん、
パン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 のベースなんて普通ありえないね。パンタンスタン、そうですね、うん、でこの曲の前に出したのはギザギザハートの子守歌だったんですけどね、これは最初はあんま売れなかったんだけど、うん、涙のリクエストが売れてこの曲も売れてきた。最初だからギザギザハートなんか PV 見た時に変なグループが出てきたなと思いましたね、うん、チェックの、うん、あのできて、うん、ベイシティローラーズでしたね。ベイシティローラーズなんだ、多分音楽が全然違ってたからな。そうですね、うん、まあ日本の曲ですよね、歌謡曲っていうか。これはもうあれだよ、あの、自動車唱歌とかさ、ああそうですね、ああいう系列の、ああねな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 よく一緒になりましたね。アキナキョンキョンは本当に一緒になりましたね。そして北ウィングもヒットしました。ラビザミステリーまあアイドルがどん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 出てきましたけども、聖子ちゃんは相変わらず健在でございます。ロックンルージュですね、松田聖子さん。松本隆さん、これもなんか CM であった。あ、そうですね、なんだったかな、化粧品だったかな、ピュアリップスだから。そうですね。で、ぴょんぴょんは渚のハイカラ人形。渚のハイカラ人形、キュートなヒップにズキンドキン。好きだね、坂崎。ズキンドキン、ぴょんぴょんですね。はい、キャンキャン好きなんだ。キャンキャン好きですね。吉川晃司、モニカ。吉川晃司も出てきた時はびっくりしましたね。すんげえ体なんか水球やってたんですよね、彼は。あ、そうなの。だからすんごいんですよ、もう水球の体、190キロ、はい、喧嘩したら絶対負けそうな体ですもんね。あ、そうか、はい。続いてよく僕間違われましたけども、チャゲに、石川優子さんとチャゲの2人のアイランド。やったね、これも。これチャゲですね。これチャゲアスが売れる前か。いや、売れてからですね。売れてから、はい。チャゲアスヒットし、ヒットしても、あの大ヒットじゃなくて、フォークで、あの万里の長城とか。あ、そうなんだ。万里の、この後だよね、あのテレビの主題歌。そうです、あの CS とかその後です、うん、ただフォークデュオとしてはチャゲアスは売れてましたね。フォークデュオか、はい、うん。で、チャゲに間違えて下北沢で飲んで帰る。それ髪型が悪いんだよ。髪型一緒でしたね。あいつが真似してたんだな、憧れて岡崎さんに。そう、お前に憧れてたんだ。もう天狗だね、完全に。鼻持ちならないやつか。鼻持ちならないやつ。で、そのコンビニに 出てきた時にですね、女の子が「チャゲさんですね、サインして」、あ、違うわ、石川優子さんによろしくとか言われたんですよ。あ、こいつチャゲに間違えてんだと思って、うん、あのサインしてくださいって言われたんで、チャゲって書いて、チャゲって書いて、だから世の中に1枚坂崎が書いたチャゲのサインがある。そういうことしませんでした、人のサイン書いて。昔山本幸太郎って書いたことあったけど。それもレアですね。拓郎も幸太郎もロウしかねえんだけど、分からんだろ。分かりますよ。中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだねって言われてみたいな。どうしていいか分かんない。どうしていいか分かんない。どうしていいか分かんない。すげえ歌だなと思った。君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだねって言われてごらんよ。ねえ。まあでもこの年いろんな曲ありますね、賑やかですね、うん。続いては大人の歌声で、高橋真理子さん。なんかバブルに向かってっていう感じの華やかさが。バブルに向かってるな。華やかですよね、いろんな曲が。高橋真理子さん、あれも良かったな。そして大山フィンフィンさん、 Love is over。いろんな曲だね、確かに。ほら、
ここで選ばれてる曲っていうのは誰が選んでんの？やっこじゃないですか。やっこが決めてんの？やっこですね。やっこの趣味入ってない？入ってんじゃないですか、うんうん、他にもあるはずですもんね、うん、他にもあるだろうし、うん、ここに入るかこの曲っていうものもたまにあったりする。小林あさみさん、社長夫人、今社長夫人ガゼボでしたっけ、オリジナルは、この曲でもいい曲だな、このアーが色っぽかったけど、ここのピアノのイントロが印象的なんですよね、曲の中よりも、うん、生音はショパンでした、他にも今なお色褪せない名曲が数々生まれておりますよ。いい言い方だね。生まれておりますよ。オフコース、君が嘘をついた。あ、もうベースとか打ち込みだね。あ、そんな感じですね。ドラムも本当だ、コンピューターなんだね。そうですね。サザンはミスブランニューデイ、結局桑田佳祐も何も変わってないんだね。変わってない、桑田さんも変わってない、桑田節なんだね、ずっといつの時代のものかって分かんないですもんね。本当にそういうのね、古いの新しいのあんま関係ない。これも打ち込みかな、ベースは。本当だ、打ち込んだ、ね、ですね。これ打ち込み前線なんだね。前線ですね。アンリ、悲しみが止まらない。アンリもよく一緒になったな。そう、はい。そして一世風靡セピアですね。裸の上にジャケット着て。あったあった。あとマッチですね、けじめなさい。これね、はい、この時代のことを今こう聞きながら思い出したんだけど、はい、この辺から音楽に興味がなくなってるね、だいぶ。あ、うん、なんかもう歌嫌いになってるな、はいはい、流行ってる歌も含めて、はい、なんかあんま好きじゃないっていう感じで、トゥーマッチな感じで、もう俺いらないな、俺も含めてね、俺なんかもういらないなとか思い始めて。そうですか、確かそういうのがあったな、なんか思い出したの、ね、いや僕そういう人間なんですよ、うんうん、もうこういう感じなんだな日本の音楽はとか思ったりして、あ、いらねえなとか。70年代ってやっぱ違いますね、全然違うね、うん、から俺も自分の歌とかが全然ずれちゃってんなとかよく思ったな。そうですか、うん、そういうことを感じるんだよ、すごい。なんかでもこの頃ってテレビとヒット曲っていうか、うん、そういうのすごい産業としてもでかくなってますよね、音楽産業は。まあバブルへ向かうんでしょ。そうですよね、うん、流行語としては普通のおばさんになりたいっつって宮古晴美さんが当時36歳だったんですけども、紅白での引退を表明したというような言葉です。うん、1分間だけ時間をくださいということで、NHK 鈴木健二アナウンサーが紅白歌合戦で引退する宮古晴美さんにアンコールを求めた時の言葉でございまして、大鳥だった夫婦坂の歌唱終了直後、会場からはアンコールの声が鳴り響いた。白組司会を務めていた鈴木健二アナは泣き崩れていた宮古晴美さんに同意を求め、紅白史上初のアンコールが行われ、オーケストラは宮古晴美さん代表曲好きになった人を演奏する。宮古晴美さんの登場時の瞬間視聴率 84.4%。 すごいな、 84.4% だよ、すごい、うん、鈴木健二さんはちなみに前年に、アルフィを紹介するときに愉快なアルフィを紹介しましょうっていう出なくてよかったですね、僕ら。出なくてよかった。だから胸張ってくれよ、胸張って。だって紅白史上初のアンコールですよ。アンコールがあったの。なんでオーケストラ譜面持ってんですか。譜面持ってるアンコールなのに。アンコールっていうのはさ、突発的に怒らなきゃいけないのに、ね、譜面が用意されてたっていうのがおかしいな。番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはコータクアットマークオールナイトニッポンドットコム。はがきは100-8439、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド宛て。プレゼントも当たりますよ。あなたからのメッセージお待ちしています。
オのね、ラジオネームポカチェン、はい、せっかく薬効が苦労してるのかかかわらず、北海道新聞という新聞ではいまだに番組名がですね、はい、いろいろなってるんですが、2009年第1回の時には、はい、坂崎拓郎ナイトっていうふうに訳されていてですねすごい、なんかそれで2011年4月にはですね、はい、坂崎幸之助吉田拓郎のナイトゴールドナイトゴールド、これは飲み物夜の飲み物で夜のちょっとこれ、なんつうの、少しあの大きくなるナイトゴールド、ナイトゴールド。2012年最近はですね、坂崎幸之助吉田拓郎の ANN ゴールドなんですが、吉田拓郎さんの吉田拓というところで開業されて、はい、次はローの ANN ゴールド坂崎幸之助吉田拓ローの ANN ゴールドなんてですよ、なんとか考えてほしいです、ね、なんとか北海道新聞らしいですね、はい、ローシンさんお願いします俺これが好きだな、坂崎幸之助吉田のナイトゴールド、ナイトゴールドいいです、ね、俺番組ね、これに変えるのどうなんだろう、ナイトゴールド、ナイトゴールドいいですね、いいね、坂崎拓郎ナイトって、坂崎拓郎ナイト、そうね、これ坂崎拓郎ナイトってなんだか全然分かんないけど、分かんないですよ、すごいよね、すごい、そろそろあれですよね、同心も多分ねフルで書いてくれると思いますけど、はい、よろしくお願いします。明日のオールナイトニッポンゴールドはゆずのお二人が登場です。ここまでのお相手、ぜひアルフィーの坂崎幸之助と吉田拓郎でした。はい、また来週。